はい、こんにちは、さかなえです。今日はですね、iPhone のアプリ紹介します。10年日記、最初ですね、これを出したんですけども、10年日記というのがね、昔からこれあるんですね。で、実はね、これ1993年から2002年まで書いた日記なんですけども、確かね、結構高かったと思うんですけども、これがですね、1993年で、ここの下に言うと、ここは2002年なんですけども、まあ、2001年ぐらいまで書いてありますね。なんか懐かしいですね。まあ、子供がちっちゃい頃ですね、学校に上がったとかね、帰ってきて泣いていたとか、友達と釣り行ったとかね、まあ、いろんなことが書いてあって、なんか懐かしい、ちょっとうるっとするような感じのですね、あれも書いてあるんですけども、まあ、これはですね、こっちに日にちがあって、こっちに年数があるんですけども、日記というとですね、この iPhone のアプリでもちろんたくさんあるんですけど、日記で調べると年数本当にいっぱいあります。前日記とかシンプル日記とかですね、あと写真が入れられるような感じが今のやっぱトレンドというか、何でしょうかね。それで今回ですね、紹介するのがですね、ここにある10年日記、まさしくこれと一緒ですね。この日記帳のiPhone 型、あとこれをですね、ちょっと今使ってるんですけども、ではね、ちょっとこれを開けてみますね。例えば今日のですね、日付であればですね、今日一番上にですね、ここに編集をしてですね、書くことができます。それでここにですね、 iPhone の中のスケジュールが入っていると、それもですね、ここにですね、追加することができます。例えば忘年会とかって書けばですね、ここで保存すれば2018年12月26日2018年は忘年会があったとか、でこういう形でですね、10年間ここに記録ができるという形になります。これまだですね、使い始めたばっかしで、これがですね、2027年までね、使えるという形になります。それでやっぱりいいのはですね、これをですね、つけることによって、あ、1年前、2年前、5年前はこんなことをしていたんだということがですね、分かりますので、まあ、この日記はね、私非常におすすめなんですけども、こんなものです。あとはですね、この撮った写真をですね、ここに追加する、こんな形ができます。あとは時間もここでですね、今の時間がすぐこれで入りますので、この時間はこれをしたとかっていうことができるみたいです。どうでしょうか、このね、アプリ非常におすすめです。10年間ね、じゃあ10年後にこのアプリがあるかどうかっていうのはですね、定かではないんですけども、このアプリが存在する限りはですね、ログインすれば他の iPhone とか他のスマホに変えてもですね、これ使えるはずですので、非常におすすめなので今日紹介しました。まあ、この動画いいと思いましたら、このいいねボタンとですね、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。